はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。幼児関係ですかね。なぜ子供が話を聞けないかです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあね、やっぱり問題とかもそうだし、まあ普通普段の話もそうだし、この子話聞けてないなっていうことありますよね。そう、でもやっぱりね、あの10人いたら8人ぐらいは人の話聞いてないですね。こういうあの小学校受験みたいなことをやるから、うん、まあ話を聞かなきゃできないなっていう、やっぱり何もやってないとこの子って話が聞けてるのか聞けてないのかよくわからないんですよ、うん、でもまあ明らかにわかるのは、人が話をしてるのに途中からその話を返してくるとかね、最後まで人の話を聞かないで途中でこう返してくる、なんだよねって全然違う方向に話が行ったりする。それはもうまずコミュニケーション能力もないですし、で、だんだん子供って成長していくと、小学生とか中学生とかになると本当に話が聞けないとやっていけない、うん、だから結構有名な私立小学校なんていうのはもう話を聞けることイコールもうそれはこれからの勉学に勉強の力にかかってるって分かってるので、例えば教科書をA っていう教科書と B という教科書が2つあるけれども、うん、A の方を持ってきてくださいって言ったのに、A と B 一緒に持ってった人はダメだったっていう、いいじゃん、 A があるんだからとかって思うんだけど、ちゃんと聞けてない、確かにいいじゃないかと私も思うんですけど、うんうんうん、それは A だけを持ってきてくださいって子供に言ったのに A と B を持ってきたって、そうだけって、でもなぜそういうことを求めるかっていうと、やっぱりそういう細かいことまで聞いて、ちゃんとそれが実行できるかっていうことをやっぱりこの小学校生活にもそこは求めてるってことなんですよね。狙いがあってやってるということですよね。そうなんです、うん、だからそのよくなんていうのかな、学習ができなかったりよくこう暴れたりとか、そういう小学校でそういう子供ってやっぱりきちんと話が聞けない、もう話半分で、いや私はこういう考えあらねあらねってバーって言っちゃうから結局こうこうこうなんだよって先生が説明しててもそれを聞かないと、じゃあそれの基本はどこにあるかって言ったらやっぱり幼児の時代なんですよね、うん、それでどこの学校も口頭で問題を言うっていうことはもうすでに入学の段階で話が聞ける子っていうのがもう最低条件なんですよね。話が聞けない子は入らないでくださいということですよね。そう、話が聞けない子は授業が先に進まないから結構ですっていう意味なんだと思うんですよ、うんうん、だからやっぱり話が聞けるっていうことっていうのはものすごく大事なんですね、で特にもっと細かく大事だっていうのは、例えば何々ができるものに、例えばしりとりにしてもしりとりですとかね、そうするとしりとりの絵が書いてあるとしりとりですって言っただけでもう子どもたちはどういうふうにしりとりするかと目でこう、ああコマでしょうマリでしょうとかって聞くのやめちゃって、そう、でもその間に先生はしりとりになるものを見つけて水色で丸をしてくださいとか鉛筆で二重丸をつけてくださいしりとり、でももう子どもはしりとりを目の前にして、あしりとりだしりとりだコマか次はマリだねなんて目でやってると最後が聞けないと、あれ色は印はってなっちゃう、そう、うん、さあいざやろうと思ったら、え何でつけるのって言ったらわからない、で大抵問題を聞けない子っていうのは問題を見たらこれは何の問題だってもう先生が問題言ってんのに、それを聞いてない、見た瞬間にこれは例えばしりとりなんだなとか、実はしりとりだと思ったら最初の音合わせるとかね似てるけど違うっていうのよくありますもんね。でも子供って声に出すわけじゃないから何考えてるかわからないんだけど、うんうんうん、その子をよく見てみると、ああもう先に考えちゃってるなっていうのがわかるんですよね、はい、そうするとああだからしりとりの問題だなと思っても、そこで答えを探るのではなくて、あしりとりの問題だな、あそうかしりとりをしなさいって言ってるな、
じゃあそれに何をつけるんだろう、うんうん、ああ紫で丸なんだ、うん、って言って全部最後まで話を聞いてからしりとりをやっていて、うんうん、紫色で丸をつけるってそういうこうなんていうのかなステップを踏めば絶対間違うことはないんですよ、うんうん、でも大抵見てると印を間違えたりとかやり方を間違ったりする子っていうのはそこまで話を聞いてないんですよね。だからいいこれは何もしりとりそこでしなくてもいいからしりとりの問題だって言ってんだからしりとりだなと思ってじゃあ最後にどういうものに何をつけるのかまでが聞くというその訓練が結局は小学校受験の口頭で問題を言うっていう訓練なんですよね。でそれをちゃんときちんとできるような子どもっていうのは実際の試験に行ってもちゃんと話が最後まで聞けるっていうそういうメリットはありますよね、はい、でそれが学校がそういうことを求めてるっていうことはイコール学校でもね先生の話授業を最後まで聞こうねっていうそういうこうあれなんだと思います、うん、そうですね、うんまあ、だから裏を返せばやっぱり学級崩壊が起きちゃってる学校はやっぱり子供が話を聞けてないついていけないから退屈しちゃうということの繰り返しでどんどん歪みが大きくなっていくということですもんね。そうなんです、うん、だからいつでも途中までしか話が聞けなかったらそれはもうもちろん問題は解けないし、うん、先生がこういうやり方するんだよっていうことに対しても全然こう理解できないっていう。だから最低限私立の小学校ってそういう試験をどの学校でもやってるんですよ。必ず聞き取るもの、もう最低限というところですね。そう字を読んでやるなんてことほとんどないので、うん、最低限耳で聞ける子それの耳で最後まで話を聞いて指示が聞けると、うん、じゃあそういう子たちだけ合格した小学校はどうだと思います？そりゃ授業は運びますよね。そうですよね、うん、もうそうやって選んで入れてるんだから、うんうんうん、みんなそれなりに、うん授業は必ず理解できる、ね、もう最後まで話が聞けなければ合格できるわけじゃないので、うん、そうなると授業進度も早くなるし、うん、たくさんのことを、まあ、吸収して教えていただけるっていう必然的に質が高くなっていく、ね、そうだと思いますよ、うん、やっぱりだから今のコロナもそうなんですけど、はい、リモートでやってるっていうことは、ね、みんなそれぞれの各家でリモートでね私立はやってるんですけれども、うん、ほぼ全部の学校がリモートやってますね。そうですねかなり多くの学校でやってるらしいですね、うん、ある学校の小学校なんかは、うん、全然大丈夫です夏休みなんかは休みにしますっていう、あ余裕がある、そう、うんうん、もうなんかそれで課題を出してその課題をなんかめんどくさいんですけど写真で送って送るとかね、うんうん、そうしながらも必ず、ね、でもそれがなんで成り立つかっていうと、うんうん、そもそも1年生でもそういうふうにきちんと話が聞けるっていう習慣を持ってるからみんなのリモートの前に座れるんですよね。いやそこがすごいですよね。だってやって先生が説明してる最中にどっか行っちゃうとかね小1だったらあり得ることじゃないですか。あり得ることなんで、うん、でもそれがないっていうことはやっぱりよっぽどそういうこう訓練じゃないんですけど、うん、きちんとやった上での合格者っていうことなんですよね。聞く習慣が身についてる。そうなんですけど、うん、あれ聞く習慣がなかったらリモートなんかできないですよね。どっか行っちゃいますもんね。そう何言ってるのこの先生つまんないとか思って、うん、で画面上だから先生も追っかけられないっていう、ね、そうだから非常にリモートって難しいなっていう、うん、座ってその話を聞かなきゃいけないっていう、うん それこそ子供からしたら箱の中から出てくる声をね、うん、聞くっていうのはなかなか難しい作業だと思いますよ、うん、そうですね。だから何がいかなる場合、はい、こういうふうにリモートになるかもしれないし、まあ、学校で授業するかもしれないけどちゃんと話を聞ける子に公立に行こうが私立に行こうが、うん、やっぱりきちんと幼児の時期に習慣つけておくというね習慣をつけるって、だからうちは仲良し教室って2歳児からやってるんですけど、はい、まあ1歳2歳それでもね、うん、特別なワークをやったりとか特別な勉強とかそういうのはあんまりまずそれはでき人の話がきちんと聞けるようになってからじゃないと私たちもそういう高度なことはしないんですよ。だからそれだけに 1歳6ヶ月でも2歳児でもその時から人の話を聞くっていうことはできるんですよね、うん、そうだからやっぱり人の話を聞く習慣っていうのはともかく幼児のもっと早い時期からね早ければ早いほどいいと思うのでそれをつけた方がいいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報、各種講座のご案内、由美先生の書き下ろしの記事などお送りいたします。ちょっと数日ね、数ヶ月かな、配信ちょっと滞っておりますが、いずれね、必ず由美先生の記事をお送りしますので、もう少しお待ちください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間、7時とかね、7時30分スタートも対応可能ですので、お仕事をお持ちの方などもまずはご検討ください。子育て小学校受験ね、何でも大丈夫です。由美先生がマンツーマンで、皆様のご質問にお答えいたします。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。